今日はシノとキャンプにやってきたよ。ねえ、せっかく山まで来たんだし、ゆっくり空の星でも見ましょうよ。あ、いいね。やっぱり都会と違って空が綺麗ね。あ、見て見て、あの流れ星。あの流れ星、なんかすごく長い間空にとどまってるわね。まさか UFO だったりして。まさか UFO なんていないでしょう。そうよね。そんなことないですよ。いや、誰？みんなのアイドル、ブク主ですよ。ちね、え、そんなことないって一体どういう意味かしら？実は世界初の UFO って日本で目撃されています。え、マジで？というわけで本日は僕が世界初の UFO として有名なうつろ船を紹介しましょう。ソーシアンへようこそ。この話は文政8年に発表された滝沢馬琴の都園小説という書籍の中に書かれている話です。前回の大食い大会の記録もこの本だったよね。そうですね。この本は馬琴が所属していた都園会という会で会員が披露した陳談祈願を馬琴が記録した本になります。まあ UFO の話は間違いなく祈願だよね。うつろ船は今日は3年に現在の茨城県にあった日立国の原宿という浜に漂着したんです。この浜の近くに住む人々がうつろ船を引き上げたところ、船は皇后というお香を入れる入れ物によく似た形をしていて、そこには鉄板が張られ、天井はガラス障子でできていたそうですよ。へえ、変わった乗り物だね。どんな人が乗ってるんだろう。ガラス障子から覗いてみると、変わった姿の女性が乗っていました。その女性は赤髪で顔は桃色、白色のエクステをつけていて、日本語ではない、聞き慣れない言語を話していました。我々は宇宙人だ、みたいな。彼女は60センチ四方の大きな箱を持っていました。玉手箱とかかな。浦島太郎と混ざってるわよ。彼女はそれを大切に扱い、誰にも触らせなかったそうです。彼女をどうするか村の人たちが話し合っていると、村の長老が、彼女は外国の王の娘だろう。一旦は結婚したものの不倫がバレ、不倫相手は処刑されたが、女の方は王女だったため処刑は免れて船で国内に乗なされたのだろう。きっと彼女の大切にしている箱には不倫相手の首が入っているのだろう。首が入ってるだけにしては大きすぎないかな。昔もこのような船に乗って外国の女性が漂着したことがあった。きっと彼女もそんな境遇だろう。長老の話を聞いた村の人々は、でもこのことを幕府に届け出ると時間も金もかかってしまいます。一体どうしましょう。何、このままもう一度流してしまえばいいさ。そうして男たちは女を船に乗せて再び沖に流してしまったそうです。いや、白状すぎない。さらにこの船には見たことのない奇妙な文字が書かれていて、馬琴は最近発見されたイギリスの船に似た文字があったからそれではないかと推測しています。それと彼女の格好はロシア人に似ているからロシア人女性かもしれないと書いていますね。ロシア人っぽくはなくない？どうして馬琴がロシア人と書いたかは正直よくわかりませんね。いや、わからないって。でもこの話がもし本当なら確かに珍しい出来事だよね。そうよね。でもその話嘘なのよね。だろうね。じゃあこの謎判じてみましょうか。行ってみよう。実はこのうつろ船の話、民族学者の柳田邦夫も取り上げていて、彼ははっきりとこの話は嘘だと断言してるの。そんなに信憑性が低い感じなの？順番に見てみましょう。まず第一に、異線の中で見つかったという4個の文字と思われる記号は世界中どの言語の文字記号とも一致しない。あ、確かにこの文字見たことないもんね。さっきロシア人かもって言ってたけど、ロシアの文字とは違うの？ロシアの文字はキリル文字というの。それがこんな感じ。かすってもないね。そうよね。さらに馬琴はイギリスの文字に似ていると記録しているけど、イギリスの文字ってアルファベットでしょ？全然似てなくない？そうよね。やっぱりどこにもない文字なんだね。そういうことになるわね。第二に、話の最後で洗礼によって再び元のごとく女を船に入れ沖に引き出して押し流している。したがってこれ以外に一つの証拠も残らぬことになる。要するに話は後で継承できないように作られている。この指摘に関してはその通りよね。村の人くらいしか目撃者はいないしね。その村の人も関わりたくないから流したのだから、仮に確認しても嘘をつく可能性があるし。
上手に確認できなくてもしょうがない、そんな状況を作ってる感じだね。そうなのよ。それに事件が起きた地名が鍵になっていて、地名ってうつろ船が漂着した原宿のこと？そうそう、この場所って最近までどこか特定されていなかったんだけど、最新の調査で場所が特定されたの。それがここ、日立原シャリ、シャは宿りとも読めるの。日立原宿、原宿って入ってるね。そうそう。そしてこの場所は郷土史の資料によると、当時住んでいる人はあまりいなくて定住するようになったのは明治なのよ。じゃあ江戸時代には人はあんまりいなかったってこと？そういうことになるわね。じゃあそもそもこの話が本当かどうか確かめられる人がいなかったってことだね。実在の地名を使って本当っぽさを演出しながら、嘘だとバレにくい地名を使う作家の表現力よね。最後に、話の筋が日本の各地に伝わっているつろ船伝説の変形である。このような話はどこかで聞いたことのある話なので、人々も信じやすい。いや、そんなによく聞く話ではなくない？まあ、現代の私たちは祖父母から昔話を聞く機会ってあんまりないし、昔話は桃太郎やかぐや姫みたいな絵本になりやすい話しか知らないからね。でも昔の日本ではよく知られていた話は他にもいくつもあって、その話の前にまず江戸時代に書かれた大室中記という日記を紹介するわ。この日記は尾張藩士の朝日重明が書いたもので、この日記の元禄12年6月5日の内容に、熱田の海にウツボ船が漂着した。その船には窓がありガラスが張ってある。船内に宮遣いをしているような女がいる。極めて美人だ。横に坊主の首があり、その首を大釘が貫いていた。乾いて水分の少ない菓子を食料としていた。あれ、ほぼ内容同じじゃない？そうなのよ。この日記は都営小説の出版より100年くらい前に書かれているのと、お話の舞台が日立国ではなく熱田になってることを除けばほとんど内容は同じなの。他にも同時期に書かれた乾燥時後など多くの記録にうつろ船とそっくりな話が掲載されているの。それだけ当時は有名だったってことかな？そういうことね。実はこの話の元ネタと考えられる話が昔話の金色姫伝説なの。この金色姫伝説では、インドの王様の娘が王様の後妻にその美しさを妬まれ殺されそうになっていた時に、王様に木をくり抜いて作った船に乗せられて日本の日立国に漂流したとされるの。そのお姫様が助けてくれた日本人に養蚕を伝えたとされるわ。ずっと大昔にうつろ船と同じような漂着の話があったってことだね。そういうことになるわね。この話は江戸時代に寺子屋で使われていた定金往来という教科書にも掲載されていて、多くの江戸の人々は知っていたと考えられるわ。ジャーバ金のうつろ船ってこの金色姫伝説を下敷きに大室中記とかいろんな噂話を混ぜたものってこと？そういうことでしょうね。加えていると、うつろ船が漂着した今日は3年から都営小説が出版された文政8年の間には日本に相次いでロシアの船が来ていたの。そんな早くから？そうそう。意外なことに鎖国していた当時の日本に最も早く来たのがロシアで、軽く流れを解説しておくと、寛政4年にロシアのラクスマンが来航して、その時には老中の松平定信が通商のない国とは交流しないと告げて、通商を希望するならまた来るようにと長崎への入港許可書を手渡したわ。その許可書を持ったレザノフが長崎に通商を求めに来たのが文化元年。この時は定信は寛政の改革の失敗ですでに失脚していたから、通商が許可されることはなく、レザノフは半年ほど日本に滞在した後ロシアに帰国することになるの。これに腹を立てたレザノフは部下のフボストフに命じて、文化3年にカラフトやエトロフトを武力で侵略してきたの。これを文化露光というわ。これによって後の異国船打払令に先立って文化4年にロシア船打払令が発令されていて、我が国が外国からの侵略の危機を意識する事態になったわ。へえ、異国船打払令に前段階があったのは知らなかったな。これほど大きな事件だから当然民衆の間でも瓦版などで事件が知られていて、その瓦版の中にはロシアの将軍は女性だと報じたものがあったの。例えば国学者の平田篤胤が記録した千島の白波の中では、この騒動のロシア勢の大将は女だという。ただし小舟で女が3人エトロフ島へ参り歩き回っていたので、一時召し取り牢屋に入れたとあるの。あ、だから馬琴はうつろ船の女性はロシア人って書いたんだね。
そうそう、こうした文化露光に関する噂は当時かなり広まっていたみたいで、幕府が噂話は慎むようにと警告を出しているわ。ついでに補足すると、文政7年にはイギリスの船が日立国大津浜に上陸して水戸藩の藩士に捕らえられた大津事件が起きていて、馬琴が最近発見されたイギリスの船と書いていたのはこの話だと思うわ。なんかもういろいろ幕末って感じだね。そうよね。まとめると、宇津呂船の話は金色姫伝説に大室中期などの都市伝説、それに文化露光の噂話など作家の馬琴が混ぜて創作した話ということになるわ。でも一つ疑問なんだけど、何かしら？この話が作り話なら、宇津呂船ってなんで普通の船じゃなくてこんな UFO みたいな形してるの？アジアでは氷炭のように中身が空洞なものは魂の乗り物として信仰対象としていたの。桃太郎も中が空洞になった桃から桃太郎が生まれてくるじゃない。だから当時の人は異世界の人とか人ならざる存在の乗る船はこのような中身の空洞になった形をしていると考えていたの。その氷炭型の乗り物に当時最新だったガラスの障子をつけたものが宇津呂船なのよ。じゃあこの形も UFO とは特に関係なく、江戸時代の人には十分思いつける形だったんだね。そういうことね。こんな感じで謎解きは終了ね。こうやって見ると別に不思議な話ではないんだね。そうなのよ。せいぜい現代の文学でもたまに見かける古典的な伝説に題を取った二次創作といった感じかしらね。じゃあやっぱり UFO は来てなかったんだね。残念ながらそういうことになるわ。さて、では今日の解説はここまでにするわ。次回は最近何かと話題の北方領土問題について日本史の視点から解説するわ。よければまた見に来てね。いつも素材のご提供誠にありがとうございます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画の他にも日本の文化や歴史など解説動画を豊富に取り揃えております。よければこちらのおすすめ動画も合わせてご覧ください。解説のリクエストは動画概要欄のマシュマロからお願いします。それではまた次の解説でお会いしましょう。お疲れ様でした。